はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、僕はトミカドライバー働く乗り物代表をやっていきたいと思います。今回はね、日産フェアレディ Z ロードスター、まだあんだよね、5ページぐらいあんだよ、あのミニカーね、ドライブモードだから、まだ時間はある、時間かかるよね、あれ全部やるって言ったら。でポイントもないから、新しい車で遊べないから、またポイント稼がなきゃいけない。結構大変だよ。で、電車でゴムやってないしね。全然ゲームに飽きたっていうか、なんかね、めんどくさい、ゲームがめんどくさいんじゃなくてね、セッティングがめんどくさいんですよね。だから結局こういう風になっちゃうから、電車でゴーをやんなきゃいけないなって思って。今ね、電車でゴー3通勤編をね、ハードモードでやってんだけど、めんどくさいんだよね。接続するのがめんどくさいからね。高速道路行こうか。久しぶりに高速道路。ちょっとね、休みでもゲームやる暇がなかったっていうのもあるしね。まあ、またやっていきますけどね。お、サービスエリア行きますか。疲れた時は休むのも大事。そうですね、休息大事ですよね。休むっていうのもね、大事ですからね。まあ、広島阪神にいたね、鉄人金本さんもね、言ってましたもんね。休めるときは休んでくださいってね。まあ、金本智明さんね、すごいですよね。フル出場で、試合出場、フルイニング連続出場とかすごいからね。なかなかできないですね。今、もう、ああいう選手もう出てこないでしょうね。でも阪神の選手がね、多いんだよね。その、試合で続ける選手ってね。鳥谷さんもそうだしね。まあ、鳥谷さんの場合はショートだからね。まあ、サードやったりもしてましたけどね。内野手であそこまでできるっていうのは、いや、もう出てこないかもね。内野手、ショートでね。しかもね、一番まあ、ショート、セカンドってね、動きますからね、やっぱりね。ランナー出た時の盗塁のケアとかもしなきゃいけないからね。山道にしよっか。で、あの甲子園球場、まあヤジがすごいっていうね。まあ活躍したらその分ね、すごい盛り上げてくれますけどね。ダメな時はもうすごい叩かれますからね。そういう環境のもとでね、連続試合出場、連続で試合出てるのはすごいよね。まあ、早稲田時代もね、何試合かね、テレビで見たことあるんですよね、鳥谷さん。すごい打ってましたからね、4番バッターでしたからね。そういうなんか、長打ばっかり大学時代打ってたから、プロでもホームラン量産するバッターなのかなっていう思ってたんですけどね。そんなにホームラン打つバッターではなかったんですね。だからそこはちょっとびっくりしましたね。もっと何本打ったのかわかんないですけど、通算で何本ぐらいやったんだろう。もう毎年2、30本打つような感じの。
勢いはありましたけどね、大学時代、早稲田時代のバッティングとか見てるとね、でもやっぱプロになるとやっぱ、なかなかうまくね、長打、ホームランっていうのは難しいのか、まあでも守備がね、もう、うまかったですからね。ね、あの阪神の藤本対鳥谷ってね、競争してましたもんね。あの時、阪神の岡田監督だったかな。阪神は岡田監督でね。で、ルーキーの鳥谷さんとね、ずっと今までショートを守り続けてた藤本さんがね、いて、ポジション争いして。でも大体、ベテランっていうかまあ、実績からしてね、藤本さん使う監督の方が多いと思うんですけどね。でも岡田さん違いましたもんね。ルーキー。一年目のルーキーを開幕スタメンにしましたからね。大体みんな横一線とかって言うんですけどね。新監督とか監督になった人はね、今年は横一線でとかって言っても結局、実績のある人がスタメン、開幕スタメンに並ぶことの方が多いんでね。なかなか横一線って言っても、まあ難しいね。ルーキーが出るとかってのはよっぽどのことではない限りないと思うんですけどね。そこで岡田監督が思い切って、確か岡田監督だったと思うんですよね、その時の監督ってね。でも藤本さんね、藤本さんじゃなくて鳥谷さんをね、スタメンで使った、開幕スタメン。その前の年で優勝したんじゃなかった、阪神ね。あの時は星野監督かな？星野監督で優勝して、勇退されて、勇退なのかな？で、その次の年に岡田監督になってね、優勝までしてますからね。サービスエリア、コンビニ。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。